イニシャル D ファーストステージ第16話、薄い峠のエンジェル、見ていきたいと思います。いやー、申し訳ない。すごい間が空いてしまった。まあでも、ここから、ほぼほぼ、スムーズにはいけると思う。ただね、毎日投稿にするか、どのタイミングか、まあ3日連続でとか、月水金だけとか、週末だけとか、ちょっとそういうのはわかんないけど、まあでも、もうここからスムーズには見ていくことができるから。楽しみなんでね。まあまたぜひともお付き合いよろしくお願いします。今回から薄い峠。なんかどうやら原作勢っていうかね、知ってる人からするとめちゃくちゃ熱いところらしい。で、熊本のオタクからもそういう風には聞いてるし、どういう風になるのかなっていう感じ。マコがね、出てくるんで、池谷がなんかね、マコに対してこう、あの子可愛いみたいな風になってるからね、そこからっていう感じだから。じゃあ早速見ていきたいと思います。もしこの動画良かったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。ツイッターもやっておりますのでフォローお待ちしております。よろしくお願いします。いや、マジで申し訳ない、遅くなった。でももうここからぶち上がっていくしかないからね。よし、はい、それでは D アニメストアで再生していきます。 3,2,1 スタート。ここら辺か。そう、あのね、でね、ちょ待ってよ、インフォメーション。そうで、まあちょっと前からイニシャル D を見始めたわけ。もともと MF ゴーストがあって、で MF ゴーストのそのまあ一期っていうのかな、一期があって、それからイニシャル D を見始めたわけよ。でイニシャル D を見始めてからってなったんだけど、2024年に入ってから今、ちょうどこれを投稿した後何時間か後に、あのね、ハイスピードエトワールっていう車のアニメがあるの。多分それはレースなんだよ。ちゃんとしたレース、サーキットを使ったレースのやつなんで。まあそれも見ていくんで。まあよかったらお付き合いをお願いしたい。っていうのと、あと別で、カーレンジャーが今公式 YouTube でやってるし、あとテレビの方では、戦隊で、ブンブンジャーっていうのをやってるから、2024年、車が熱いよ。ブンブンジャーは投稿してないんだけど、車のやつ全部見ようかなとは思ってるから、よろしくお願いします。本編開始。マコまだ走ってる姿ないんだよな。渡るって誰だ？渡るっていたっけ？はいよ。早っ、なんか。これがマコか。ああ、第16話、薄い峠のエンジェル。
違う。ベタボレやん。軽井沢まで行くんだ。振られる前提。まあ振られそうだよな。だって、アキナスピードスターズのステッカー見て、じゃなかったっけ？声かけたの。さ、自慢の S13 で。軽井沢。絶対バレるくらい、こんなん。バレるだろ。いや、まこちゃんかわいいよ。そりゃそうよ。かわいい。かわいい。まこてやん。まこてやん。かわいい。でもさっきの、あの、青い車も運転手のマコよ。ね？確かね。ドラテクを見んのかな？何なんだろうな。やばいよ、薄い峠じゃん。めっちゃ緊張してんじゃん、池田に。そりゃ緊張するよな。凌介の車じゃん。
ええ子や、理想の女の子や。安全運転、偉いね。自分のことか。ブルーの白エイティ。白エイティ。って喜んだよな、やっぱ自分の子ってやな。違う、走り際なんだよ。白エイティってなんだ。シルビアとワンエイティ。シルビアってなんだったっけ。あ、誰も他にいる。誰か、なんか助けてくれ。わからない車になった。シルビアと180っておらんかったよな、今まで。シルビアもおらんかったような気がする。わからん。何と何が合体したやつって。あらあら、池谷さんもってどういうこと？俺は脈は売るんじゃない？これ。泣いて喜んでら。ぶっ倒れた？青ね。
のシルエイティ早いんだよな。めっちゃ振るよ。逆ドリフトって言うんだ。めちゃくちゃ振るじゃん。怖えよなぁ。でもなんかちょっとね、こっちゃない。やばい、やばい、来る。おお、ぶねえ、止まった、すげえ。一発で13って分かってんだな。マコ！やっぱそうじゃ、マコよな。やっべえ、一番見られたくないタイミングで見られたやん。バレたやん。でも一番うめえのがマコっていうのもここでバレたんだよ。そうしたら。もうなんで二人組なんだろうな。シルエイティ。やべえよ。死なないでよ、でも。目が、目が、ふっ、俺シルエティできてんじゃん。アキナまで来たん。
へえ。あら。86がいいんだ。やっぱ知ってんだ、そこまで。いや、違うんだよ。なんか、そういうのじゃないって。そういうのじゃないんだ。いや、違う。そうだよ。そうなんだよ。かっこいいよ、池谷。池谷。そうね。いや、池谷やっぱかっこいいなぁ。やべ、なんか最近の俺を 重ねてしまった。ああ、最近の俺だ。短い間だけど、本気で惚れてたんだ。そうなんだよ。池谷かっこよかった。でもやっぱなぁ、そうなんだよなぁ。シルエイティって言うんだな。後で調べるか。シルエイティ。どういう風に今後投稿していこうか。ね、金土日とか、またバトルごととか。毎日ってなったらな、って感じもするんだけどな。まあでも連続で見たいっちゃ見たいからさ。どうしよっかな。一回メンゲンの方でゴリゴリ出しといて、そっから一日一本で毎日っていうやり方もまあできんことはないけど、それするとねえっていうのはあんだよな。まあでも、設定がめんどくさいんだよね。それだったらもう別にやっとっていいかなって思うんだけど。いやー。でも、次、ちゃんと、こう、池谷が、こう、セッティングして、いや、でも、どうやって匠と、その、バトルする流れに持ってくんだろうなって思うけどね。どうすんだろう。次回予告。なんか言ったぞ。なんか言ったぞ。なんか言ったぞ。ドンミシー。あとなんか言ったな。
なんか言ったな。なんか言ってんだけど、ちょっとわかんねえな。Don't miss you. おめでたみたいなこと言ってね。わかんないけど。なんつったんだろう。なんだろうな。わかんねえや。わかんねえや。わかんなかったけど、まこちゃんは可愛い。で、まこちゃんと一緒に乗ってたの、クレジット見たら、さゆきって書いてあったからな。でもやっぱ、走り屋だよね。一発でちゃんと S13 って言ってたし。まあでもあとはこっからなんだよな。どういう風に持ってくんだろうか。でもなんかその次回予告の時の会話聞く限りだと、なんか多分本当に、いや、でもなんか池谷のことは、素敵だな、いい人だなっていう風には思ってそうなんだけどね。でもなんかやっぱ FC が一番好きだったじゃん、車が。凌介の車じゃん。いやでも、あのドラテクは凌介じゃなかったような気がするんだよな。凌介もうちょっとなんか違うような気がするんだよな。あんなにケツフランド。薄い峠ってどこにあるんだ。薄い峠が本当にあるのかどうか知らんけどさ。本当にあるじゃん。どこ薄い峠これ。えぐくね薄い峠。道。ああ、軽井沢って言ったもんな。ここら辺か。どここれ。どこ群馬県。へえ。軽井沢。秋名湖ってどこなんだろうじゃん。知らないからさ。秋名湖、どこ？秋名湖も群馬なんだ。いや、全然場所がわかんないからさ。秋名湖。秋名湖はどこだ？遠いのかな？一回さ、なんだっけ。あ、近いじゃん。秋名湖ってこっち？あ、違うぞ。これじゃないな、秋名湖って。どこ？ま、でも、なんか、群馬県なんだな。ここら辺なんだろう。あれ、なんだっけ、有吉の番組でさ、なんかあったの。なんだっけ、有吉の番組っていうのしか出てこないんだけどさ、これか、ここだな。あれなんかいちいち口出ししないって、あの河村美久だったかな。河村美久と勝見さゆりのさゆりちゃんがやってて、はあっつって、こんな面白いのがあんのかと思って、早く見たかったからさ。いやー面白かった。とりあえず第1話は4月5日に投稿してるはず。今が4月5日だから。ただ問題なのが、あとはいつ投稿してるかがちょっとわかんない。でも、しばらくは連続で投稿しようと思う。この薄い峠、まこちゃんのこのシルエイティとのバトルは連続で投稿しようと思ってるから、それの後がどういう風にするかわかんないから。まあ楽しみにしといてくれよなっていう感じで。ここからぶち上がっていきたいと思いますんでね。よかったらぜひあれを教えてくれ。シルエイティっていうのがなんかよくわかんなかった。説明が。シルビアに、なんちゃらかんちゃらの頭がどうのこうのっつってたけど、なんなんだろうな。わかんねえや。まあ、でも、これは割とすぐ投稿してると思うけど、これ投稿中に今、多分第17話とかは見てると思うから。楽しみ、面白い。そう、そして、頭の方にも言ったんだけど、
今見てるのはイニシャル D ね。なんだけど、この春から、ハイスピードエトワールっていう、まあ、レースっぽい、レースっぽいっていうか、レースの、あの、車のアニメもあるし、あと、あの、YouTube の公式の方で、毎週木曜日の22時に、あの、激走戦隊カーレンジャーをやってるし、あと、毎週日曜日に、今、テレビで、ブンブンジャーっていう車の戦隊もやってるから、もう2024年車が熱い。楽しみだね。こっから俺はしばらくイニシャル D。過去作では、イニシャル D をとりあえず扱っていこうかなと思うんで、少なくともこの春の間はね、やっていきたいと思う。ただ、投稿順に関してはちょっとわかんないんで、よろしくお願いします。楽しみだね。終わり。もしこの動画良かったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。ツイッターもやっておりますので、フォローお待ちしております。概要欄の方リンク貼っておりますので、そちらのチェックもぜひ。ということで、イニシャル D ファーストステージ第16話、薄い峠のエンジェルでした。ありがとうございました。奈良に。